こんにちは、あるいはこんばんは、ゆあんど院長です。はい、今日はこれなかなかちょっと難しい質問ですね。はい、まあ難しいよね、これはね。質問の方を読んでいきたいと思います。院長先生こんにちは。以前首と肩の凝りがひどく、首の凝りで検索して探し当てた整体院に行きました。初心でしたが親身に話を聞いてくださり施術していただきました。その整体院はゆあんどさんのようなボキボキ鳴らす施術もするところで、首と背中を鳴らしていただきました。翌日首の激痛で布団から起き上がれなくなり、てんてんてん、揉み返しの激しいバージョンかなと思ったのですが、首を自力で1ミリも動かせないくらい痛かったので家族に病院へ連れてってもらい、湿布を処方してもらいました。湿布を貼って1週間ほどで痛みは引いたのですが、家族にはお前の首の凝りがひどすぎて痛めてしまったんだろうと言われます。実際凝りがひどい人がボキボキ施術をしてもらうのはあまり良くないのでしょうか、ね、30代女性の方からですね、の質問ですね。はい、ということでね、これはねすごくセンシティブな話題で、ね、俺からすると、で実際にこういうことが起こる可能性っていうのはゼロじゃないのがボキボキ整体になります。はい、それはもう間違いないです。でおそらくですけど、これも文章からなのではっきりとはわからないんですけど、揉み返し激しいバージョンっていうか、まあ、寝違え状態ですね。はい、ぎっくり腰みたいな、ぎっくり首になっちゃったみたいな感じ。これちょっとね症状見てないんでわかんないんですけど、相当まあひどかったんだろうなと思うんですけど、ボキボキ鳴らす前の段階の施術がどうだったんだろうってことなんですよ。はい、で例えばね、寝違えをして首が全く回らなくなったことある人多分結構いると思うんですよ。こうあれ動かないみたいな、痛い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 みたいな、こっちは回るけどこっち回らない、痛い痛い痛いって、こうそういうあるじゃない。あれってこうストレスが溜まるとなったりするんですよね。でなぜかっていうと、こう胸椎、胸のこう裏側の背骨ですね、胸椎が横の脊柱起立筋がぎゅうぎゅうに張っちゃってる、もうぐーっと縦詰まり起こしてるんですよ。でそうすると、まあストレス溜まると猫背、落ち込んだりすると猫背になるよ、こうやって、ね、でこれがこうそのぐーっと引っ張ったテンションの結果こうなるんですよ。でそれで首のと腰までつながってるから頭重いんで、その首のところまでギューッと一緒になって引っ張られちゃってるの。そうするとゴーッと関節が中で詰まってるような状態になるんですよ。でそれでその状態のまま首ボキボキやるってなると、ちょっとまあ理解が足りないかなっていうか、はい、なのでそのつながってる筋肉を緩めてからやるべきなんですけど、稀にその後動きすぎて、多分施術直後がめちゃくちゃ動いたかと思うんですよ、翌日なんで。はい、なんで動かしすぎちゃって痛くなる人もいるんですね、動きすぎちゃって。はい、まあそれもレアですけど、だからね、まあそのぎっくり首って言ったけど、もしくは施術がめちゃくちゃ下手でムチ打ち状態、になっちゃったのかなって。ただその体の力を、脱力が重要っていうのはよくこう言ってますけど、脱力ができてなくてもぐーっとやっぱ筋肉ってこう固まった状態のまま無理やりこうガッと鳴らそうとしたりとか、そうで要はね、無理やりやっちゃダメなんだよね。ちゃんとシステムを理解してればですね、その寝違いの後に首鳴らすことも可能なんですよ。あれっていうのは防御反応なんで、防御してるっていう状況、まあ、例えばこうやって構えて、ボクシングで構えて防御してるってことを一瞬忘れさせると、まあパンチって入るじゃないですか、スッて。そういう忘れさせるような状況を一瞬作ると、一瞬でコンと戻しちゃうと、そのこっちは曲がるけどこっち曲がんないって言ったら、首の骨がこっち曲がってねじれてるんですよ。それをコンって一個だけ戻せたりできるのね。そういうのでその後こう全然あれ動くようになったみたいな、ちょっと痛みがあるけどみたいな。痛みのある部分は取り切れない可能性あるんだけど、その寝違いね、でも動くようにはできるんですね。でその後に血流が巡って筋肉が緩んでっていうのが、まあ、寝違いの時の施術で僕はよくやるやつなんだけど、だ普通だと常識的には鳴らせないと思うんだけど、まあ、鳴らせるんですよね。はい、だからね、ちょっと実際どの筋肉、首と肩が凝ってる、首と肩が痛いって言ったら原因が首と肩にない可能性もあるんで、まあそれ次第ですよね。はい、か急激に首と肩を凝らせるような何かをしてしまったのか、はい、今日分かんないんですよね。それは分かんないんですけど、まあこういう危険性、可能性、これは俺自身にもあるんで、鳴った後にちょっと痛いみたいな、はい、のって、まあ、ゼロじゃないですね。過去に多分あったと思うんで、
そうだ、それはね本当にね不思議な状態なんだけど、急に何も言わず鳴らしちゃって怖くて固まっちゃったのかもしれないしね。でその固まるスピードで痛めちゃったりとか、その寝違えみたいなぎっくり状態起こしちゃったのかだとは思うんだけど、医者で湿布しか処方されなかったってことは、まあ、要はその大した怪我ではないじゃないんですよ。ただ炎症を抑えただけみたいなことになると思うんで、だこれその前段階の施術が何をしてたかってことですね。重要なのはそのうちで100万再生超えてる動画でうつ伏せの首のボキボキしてんのとかあるじゃないですか。あれもこっちの上よりも先に下とか胸椎の一番上のあたり、後ろからやる施術ではちょっと届かない場所とかを狙ったりするんだけど、ああいうの事前にやったり、この根っこを事前に緩めたり、寝違いの人とかは先に背中を緩めるんですよね。そういうのを事前にやってましたかって感じなんです。やってないで固まってる首でも鳴らせるっちゃ鳴らせるんだけど、それイコールこうなる可能性がある。だから事前の施術ができてなかったんじゃないって思っちゃう。だから単純にね、状況わかんないけど話だけ聞くと、なんかこの前段階の施術の、いやほぐしが何も入ってないのかなっていう。それだったらほんとマジここはって思っちゃった。でこれゼロじゃないんで、このその後すげえ調子良くなって、後からめちゃくちゃなんか、めちゃくちゃっていうか、なんか後からめちゃくちゃ痛いとこ出ましたとか、なんか後で、まあそこまででも言われたもないけどな、後から痛くなったりするとかね、これ後天反応ではないと思うんですよ。後天反応だとこうボキボキ鳴らした時に頭めっちゃくちゃ痛くなったりするんですよ。それで血が巡るようになってね、それは酸素が巡りすぎてそうなるんですけど、ひどすぎるコリで固まった状態のまま鳴らしてしまったらこうなる可能性があるってことです。だからね、ボキボキ施術ができると、ボキボキ系のそれが一番の解決法って思っちゃうんだよね。でもね、それね本当にボキボキ整体が全てって思ってる施術者いたらマジでレベルが低いです。ボキボキ系の施術が一番最高峰って思ってたらマジでレベルが低い。一つの対処法でしかないんで、だそれをにが、まあ確かにすごい有効で便利なんだけど、それをやるための下準備どこまでできましたかっていう感じなんですよね。はい。なんでちょっとこれはね、下準備の記憶があればぜひちょっと聞いてみたいなと思いますよね。もしねこれ見てたら、いきなりやりました首をみたいな、首が痛いんでつって首鳴らしましたって言ったら、もうほんとど素人ですね。はい、もう店畳めって感じです。ただそのこう稼働するけど痛みがある、コリがあるっていうのに普通にボコギって鳴らしたらすげえ緩むんで、それで評判が良かったかもしれないんですけど、こう異常なコリの人に対応するとか、異常なコリの人に出くわした経験がなければこういう可能性があるんですよね。まあなんでうちでは基本的にはその首のボキボキする施術っていうのは、まあ俺が責任を持って俺しかやらないと、俺のいない時間はストレッチのっていう、まあ牽引っていう施術のみになってるんですけど、これは本当ね判断難しいんだよ。俺のところにこういう内容が来ちゃったってことは、まあこの整体も運が悪いまあ店名出してないからねあれだけど、はい。なんでね、まあ、ボキボキ整体こそ施術の最高峰って考えてるとこもし行っちゃったら、まあ、それはもうその施術者が未熟です。はい。ということで、またなんかちょっとえぐいな、これ大丈夫かなということで、ご視聴ありがとうございました。